6.30 両国の国技館 K1 です。フェザー級 57.5 キロリミット3分3ラウンド延長1ラウンドマッチ K1 ジム相模大野レスから左側21歳のこれが19戦目。対してはコルフェ・バレラスペインからまたまたやってまいりました24歳173センチ。これが59戦目のバレラです。共に K1 ワールドグランプリ第2代フェザー級王座決定トーナメントでの活躍がありました。そこで上位進出、涙を飲んでその後の道強く記したい。この両国でさあ第1ラウンドです。大きく左インローサウスポースタイルの赤いグローブ最強が放ってきました。対して髪の毛をこれシルバーに染め上げているスタイルのバレラです。左インローミドルキックにはバレラがパンチを合わせてくる。スピードありますね。インローそうですね、最強がスピードモンスターの異名を取っております。まずその速度でどうかなという2人の初対決だったわけですが、それでも正人さん、はい、我らはやっぱりあのパンチのコンビネーションパターン持ってますね。パンチパワーありますからね。パワーありますよ。ありますね、ボディ打ち、まあ、パワーワンで、まあ、最強のスピードですよね。でもあの今ローキック2回空振りしましたけど、はい、ミドルも強い。ちょっとスピードにもう分かったんじゃないですかね。あ、そうですか、この出だしでお互いの考え、さあ戦略にどう反映されるか、関根さん、はい、楽しみな一戦ですよね。そうですね、斉藤選手はね、ダウンを奪ったの最強スリー、うまい、そう、まあ、そうですね、奪ったの、まあ、耳のあたりでしたけど、まあ、タイミングですね、飛び込んできたところ、まともに捉えました、まあ、ね、見えてないんで、やはりそれも速さあって、最強選手はね、もう失うものがないんで、はい、昔のようにガツガツ行きたいと、いいストレートはバレラ言ってましたよ。確かに戦前そうですね、その心境大きく変わったんだということもあって、その大修行も弟優馬選手と行いました。バレラのパンチ怖いですね。右ストレート伸びますね、変わりませんね。右手が伸びてきますよ。ああ、これもそうですね。結構だからやられた選手はみんな序盤にこうなんか距離が合わないうちにこうもらって、ね、ダウンしてるんですよね、バレラの右を。そうですね。だからそこをね、春馬選手はどうこう、はい、ね、あの避けながらというかね、避けながら。やっぱラウンドが、そう、2ラウンド、3ラウンド、長く引いていくと、はい、あのスピードに慣れてくるんですよ。最初この1ラウンドっていうのはやっぱり面食らっちゃうんですよね、あれだけ速いスピード、最強のスピードに。このラン最初のラウンドはチャンスなんですよね。まず一つアドバンテージをそこで握った赤いグローブの最強です。左飛び込みざまバレラの拳、はい、ここまでバレラ、うわ、ワンツーも強い。あるな、まあ、バレラの体すごいですもんね。そうですね、背中の筋肉、腹筋もすごいし、これちょっと階級違いますが、あの木村フィリップミノル選手を思わせるような体育してますね。パンチ力あるんでしょうね。これをフル回転すればというバレラ。これはフェザー級右のストレート、もう一発最強、左も食らったか。踏み込みが鋭いですよね。そうですね、スピードに対してはその一瞬一瞬瞬発力、怖いという正人さん。左ミドルはパンチで返すバレラ。バレラのパンチも怖い。そうですね、お互いの強さ見せつけました。第1ラウンド終了です。いいことですね。フェザー級日本の新星最強春馬、スペインの剛腕バレラから第1ラウンドダウンを奪っています。石田さん、石田隆之さんが見上げる中、2人の戦いもう第1ラウンドから動いています。石田君もね、大好きですからね。そうですね、よく僕もバックアウト
K1 の話してます。さあ第1ラウンドから、はい、この2ラウンドですね、バレラがスピードに対してどれだけ慣れてくるか、そしてそれをさせない術は何があるのかですね。最強、いやもうやっぱりこのスピードでスピードどんどん行くことですよね。あとは止まっちゃいけないですよね。最強はステップワーク使いながら、ボディ打ちから左テンプルへ、今3連打ですね。うわこれ連打があります。全部力強いというバレラ、やはりハイキック今惜しかったな。中村さん、クラッシュでかつてこのハイキック決まり手になったことありましたね。そうですね、あのすごいね、秒殺系を勝利でね、はい、収めたこともありますし、もう一発、あの村越選手はね、あの確かボディーからどんどん削っていって後半競り返しましたけど、はい、じゃあ春間選手はどう攻略するかっていうところもね、ちょっと見たいですけどね。そうですね、まあでも、うわ三日月蹴り、あ三日、そうですね、うん、まあ、バレラ選手がやっぱこう、なんだろうな、ボクシングスタイルとかああいう構えなんで、はい、やっぱ蹴りってそんなカットとかできないと思うんですよね。なんでそこはあのついていけるところだと思いますけどね、春野選手としては。また今そのスタイルでパンチをまとめてきますから、マサトさん、何かそれを耐え忍べば、それでも出てくる。そうですね、やっぱりこうとにかくスピードで止まらないことですね、はい、足を動かし続けることが大事だと思いますね、やっぱりこうスピードで、スピードでは全然最強の方が速いんで、はい、その動きが目印となってきそうです。あー、蹴り、これも強い三日月蹴りか。いやでもちょっと久松さん、はい、あのボディへの蹴りちょっと痛み伝わってくるようですね。そうですね、うわここもそう、ちょっと嫌がってますね、バレラ、あさらに顎へもボディフックの後拳を届けています最強、うん、こう攻撃するときは近寄って、あのその後離れるとこうバックステップでバレラの届かない距離にいるのがいいですよね。あの伸びるパンチも届かない、届かないですね。それからちょっとさらに雅人さん前傾姿勢になって、またパンチの伸びもなくなってくるような気がしてきます。そうですね、やっぱりこうダメージが回っていくと、はい、うわーでもまだかまだか、まだ油断はできないですね、はい、はまだ伸びてますね。関根さんありましたね、すごいです。でも最強選手ギリギリ避けてましたね、今飛び膝伸びてきますよね、あのパンチね。そこはさすがの動体視力、さらに前蹴りは功を奏しています。この距離を作って肩のあたりへの蹴り、最強選手いつもよりも手数が多くていいですね。あそうですね、あのカウンターだけではもういけないんだというふうに語ってもいたんですよね、この相手いいですよね。我らも結構鼻血も出てるし結構きついんじゃないですか。あそこにはツー、ね、舞うようにしながら最強膝も突き立てる。これでバレラ、イライラしていきますよ、パンチが当たらないですからね、そうさせて最強、第2ラウンド終了です。こちらスペインの強豪ホルヘ・バレラ、日本で4戦目、対するは日本の新鋭最強ハルマ、一度ダウンを奪ってから第2ラウンドも、マサトさん、さすがの立ち回りというところでしょうかね、最強。そうですね、やっぱりスピードが速いんでね、まだバレラが捕まえられないですよね。そしてマサトさんはお話ししてくれましたが、バレラをこれイライラさせればというところありましたね。やっぱただ怖いですね、パワーはありますね、はい、底力、そして瞬発力をこれ強く表に打ち出すパンチ。久松さんはどんな風にご覧になりますか。でもやっぱバレラ選手のパワーがすごいので、はい、あれをなんかタイミングよくもらわないことが大事なのかなと思います。また集中力でしょうね、最強、はい、でも落ち着いてますよね、そして頼もしく見えてきます、21歳です、やはりボディ打ち、関根さん、やっぱりパワーよりやっぱスピードがやっぱ違うんだと思うんですよね。特にこう K1 って3ラウンドっていう短いラウンドなので、はい、2段蹴り、
またボクシングとか、ね、10ラウンドとか12ラウンドあればまた話は違うんですけど、3回勝負ですからね。うわ、そしてミドルも破壊力ありそうですね。最強押し込んでくる左のストレートから右フック。最強選手力強くなりましたね、まあ、この蹴りも的確、まあ、あの公開練習でも見せたんですけど、まあ、相手もかなり、ね、いっぱい蹴らされたって言ってたんで、まあ、その辺も良くなってるんじゃないですかね。そうですね、今日はうまいよりも力強いっていうところもしっかり見せてるあの印象ありますし、ね、あの連敗してちょっと追い込まれた状況であえて、ね、こういう強豪だったんですけど、それが、ね、いい方向に働いてるような気がしますね。ここまで、そうですね、江川雄貴戦、村越雄太戦を経て大使業に赴きました。そこではヨーロッパの大きな選手多かったということですからね。そこで最強がスキルアップ、膝を連打していきます。最高のバレラ対策になったというタイへの修行を経てから最強です。でもこうなってくると関根さん、ええ、また上が欲しくなるんですよね、見る側としては。そうですね、 KO して欲しいっていうね、まあこれ贅沢かもしれませんが、でもやっぱりバレラが行こうとするともういないんですよね、その場に。おお、飛び込んだところは左の膝、バレラのマウスピースがあらわになった。立てるか立てるか、ダメだダメだダメだ。最強ハグマ、最後の最後に最高の最強の結果を打ち出しました。全く見えてないところに膝が来ましたからね。見えませんでしたか。見えてなかったですよね。いますよね。確かに食らった後のバレラのあの面食らったような表情を、びっくりした顔しましたもんね。そして落ち着いてます。息は乱れていません、最強ハルマ。まあ復活ですね。すごかったですね、関根さん。最強復活ですよ、これ。またね、あのチャンピオン前線に帰りいただきましたよ、はい、見事に、ああ弟と中村さん、あの、はい、修行の成果でしょうかね、膝っていう風に確認してましたね、はい、ちょっとね、タフなんでバレラも倒すの難しいかなと思った中でね、こういう勝ち方、はい、あの内容もそうなんですけど、やっぱこう KO で倒して復活したっていうところはすごくあのハルマー選手として大きかったと思いますね。そうですね、プレゼンターは KO 実行委員会。いやー、久松さん、どう捉えましたか。もともとなんか KO で倒す選手というか、倒すスタイルではないとおっしゃってたので、あのこうやってなんか KO してくれて本当にすごいなって感動しましたね。相手ホルヘ・バレラですもんね、はい、小沢海斗、芦沢流星を KO して村越裕太から先制のダウンを奪っている男です。でも本当に雅人さんのお話が印象に残るんですが、やはりその5を10が速度が制したというような中での KO、やっぱりスピードが僕はナンバーワンだと思うんですよね、パワーより。やっぱり当たらなければ意味がないですからね。それを体現する戦い、異名はスピードモンスターです、最強ハルマ。マイクを持ちます。こんにちは。2連敗からの脱出、やっといい形で脱出することができました。まあ、これからちょっと何の試合組まれるか分かんないけど、リベンジマッチ一個一個勝って、チャンピオン村越選手と、タイトルマッチ横浜アリーナでしたいです。よろしくお願いします。中村さん、はい、リベンジマッチというのと、彼はあの神奈川県海老名市出身ですよ ね、 すね、はい、横浜、まあ、はい、これからね、やっぱ次につながる本当に大きい、はい、あの一緒だったと思います、はい、またこの弟がいるっていうところが最強、最強兄弟、弟も強いんですよ、ね、ですね、クラッシュの王者に輝いています。いやー、とにかく復活ののろしを強く上げました。飛び膝3ラウンド2分23秒です。